様。お嬢様。朝です。朝は毎日来るって。今日の朝日は今しか見られません。カーテンを開けますよ。もう、眩しい。じいちゃんの意地悪。お嬢様もじいちゃんです。同じでは？ああ。さあ、起きてください。一日という名の物語が始まりますよ。あ？その服、似合ってるね。早く脱ぎたいところですが。探したんだから。魔法使いが送った衣装に似てるでしょ？悪趣味なところがそっくりですね。そういえば、前の寝巻きはどうしたの？捨てましたよ。お嬢様からもらったあれがあれば十分です。どうぞ。やっぱり、コロンビアさんの豆の方が好きだな。そう思わない？美食家ですね。私は飲めれば何でも。お嬢様、朝食は？フルーツだけでいいよ。チヨちゃんは？食べます。用意はしていたので。トーストくらいですが。よく食べてよく育つ。それで今日は？学校へ行って、帰りに事務所へ寄ります。あの者が、話があるとか。そう。ねえ、アイドル楽しい？わかりません。デビューとやらはしましたが、大した活動ません。私と同じだね。さて、そろそろ向かいましょうか。遅刻するわけにはいきません。うん。これから、楽しめるといいね。アイドル。はい。私がデビュー。あのふざけたメイド服でもうデビューはしたつもりでしたが、ユニット？一人ではないと。では相手は。ちゃん、お嬢様、どうしてここに？私もあなたもアイドルなんだから事務所にいるのは当然でしょ？それはその通りです。お嬢様と私で？それはダメです。きっと楽しいよ、千代ちゃん。組むのにはぴったりだもん。私のことを世界で一番知ってるでしょ？それはその通りです。お嬢様のことは世界で一番知っているですが、しかし良いのですか？私で、私のような価値のない人間で。もちろん。お前、ほら、魔法使いもこう言ってることだし。ところで、ユニットってことは私たちに名前がつくの？あなたが考えるの？千代ちゃん、好きな言葉は？特にありません。好きなものは？それも特に。晩ご飯のことでしょうか。アイドルユニット晩ご飯デビュー。すみません、忘れてください。ちーちゃんずと晩ご飯ど
どっちがマシ？すみません。忘れてください。忘れろ。じゃあ、宿題ってことで。はい。はあ。うん。まさか、ユニットなんてね。笑っちゃう。ええ、お疲れ様でした。お風呂に入りますか？食事の支度をしますね。うん。ねえ、千代ちゃん。何ですか、お嬢様。これから、よろしくね。ええ、これまで以上に。こうして始まった。私たち二人の物語。ああ、気が流行るのはわかるけど、落ち着いて。物語は始まったばかりじゃない？この、私たち二人の物語も、いつか終わりを迎えるんだろうけど。幼い頃、私の夢は、夢は、何だっただろう。ずっと前から、夢を見なくなった。自分では終わらせることが許されない。灰色の現実を塗り替えていく日々。夢を見ることが許されるのは、華やかな人生を送る人だけと決まっている。それならば、私はせめて、華やかな人生を支える人でいたい。はーい。どうも。そもそも、なぜ私たち二人なのですか？それについては、私から補足を。千尋さん、かわいい。ありがとうございます。千歳ちゃんと千代ちゃん二人は、アイドルになる以前から親交がある、珍しいケースですね。そうなのですか。ええ、もちろん、他にも何人かはいます。城ヶ崎姉妹や、ニューウェーブの三人などですね。へえ。そんな二人ですから、ユニットにはぴったりです。親交があることは、一つアピールポイントですから、活かしてくださいね。お嬢様はバラのように華麗です。その華麗さを知らしめるような活動が望ましい。ユニットであればこそ。じゃあ、千代ちゃんは可愛いから、みんなにその可愛さを教えてあげたいな。私に、そのような価値はありません。ご存知でしょ？私は、バラを包み込む、包装紙くらいの存在で十分です。そんなことないもん。世界で一番、千代ちゃんのことを知ってる私が言うんだから。仕方ないな。いいよ。じゃあ、楽曲や衣装は？わかりました。素敵なものにしようね。お疲れ、プロデューサー。何の用？へえ、それで？え、やだよ。
いやいや、そんなわけないでしょ。誰でもいいでしょ。キラリとか向いてるでしょ。なんでアンズなんだよ。めんどくさいな。新人って最近プロダクションに入ったアイドル？ああ、最近何人か入ってるよね。みんな話題にしてるよ。新しい子って注目されるもんね。それとこれ関係ないし。はあ、わかったわかった。おやつ一週間分で許してあげよう。面倒は見ないよ。様子を見るだけね。おやつ一週間分、絶対絶対絶対約束だからね。はあ、面倒なこと引き受けちゃったな。はあ、やれやれ。おやすみなさい、お嬢様。これからは、二人でユニットだという。でも、私はレッスンなど、どうでもよかった。お嬢様と過ごせる時間が、ただ、お嬢様の望む、それであればよいと。自分は、何者にもなれると思ってた。だって、私は私だもん。人が羨む容姿、恵まれた家柄。欲しいものはすべてこの手にある。だからこそ、私は私一人で幸せにならない。夢が一人一つではいけないなんて、誰が決めたの？でも、世の中って、そんなに簡単じゃないんだよね。それでは、レッスンを始めるぞ。お前たちのポテンシャルを見せてもらおう。プロデューサーとやらの姿が見えないようですが。楽曲の打ち合わせや衣装の打ち合わせ、いろいろある。お前たち二人だけが動いてるんじゃない。ふーん、偉いんだね。その期待に応えてやれ。そう。なんだ？やべ、バレた。いや、誰？どうも、通りすがりのものです。双葉アンズ、アイドルだ。へえ、かわいい。プニプニして美味しそうね。食べちゃいたい。うん、本能的に苦手なタイプだ。小さいな。こんなのもアイドルなのか。本能的に嫌いなタイプだ。双葉どうした？ここは次のコマまで黒崎と白雪が使っているぞ。いや、それは知ってるけど、見学？今更新人の見学をするような玉か、お前は。アンズちゃんも一緒にやる？お金もらわないとやりません。どうぞご自由に。まあいい。では改めて二人のポテンシャルを見せてもらおうか。はじめ。ああ、いたいた。
プロデューサー大変だよ。あなた、顔色悪いよ。私より悪そう。血が足りなくって。大丈夫だよ。よくあることだし。大丈夫ではありません。お嬢様の身に何かあっては。大丈夫だって。先生も処置はしてくれたし。断ります。私はここにいます。心配なのはわかるけど、レッスンは？私はお嬢様に仕える身。お嬢様の具合を案じて、何が悪いのですか？頑固だね。でもさ、プロデューサーの言うことは聞きなよ。それが肩書きでしかないのなら従いません。千代ちゃん、レッスンへ行って。ですが。私は大丈夫だから。お嬢様がそう言うなら失礼します。やれやれ、一癖も二癖もあるな。確かに最近刺激が足りないと思ってたけどさ、こんな子たちが新人とはね。ま、新しい子がどうなろうと、アンズには関係ないけど。人は人、私は私がポリシーでやってるし、知ってるでしょ？それに、たくさんいるアイドルが、もっと増えただけでしょ。別にアンズのファンがいなくなるわけじゃないしね。信じてるとかそんなんじゃないよ。やめてよ、そういうの。嫌だな、そういうキャラじゃないって。はあ、もうあの二人はいいよね。様子見たもんね。自主レッスンでも行ってこよっかな。ん？いや、刺激がさ、刺激を与え合うのがアイドル同士の関係ってこと。おかえり。レッスンはどうだった？お嬢様、二人ではないレッスンに意味はありません。それより、お嬢様は誰か？意味はあるよ。そう、でしょうか。千代ちゃん覚えたら教えてね、振り付け。運動神経いいんだから。私がお嬢様に教えることなど。そういうこともあるんだね、アイドルって。はぁ、私疲れちゃった。先に休むね。はい、おやすみなさい。私が教える？お嬢様に教わることはあれど、教えることなんて、そんなのは私の知らない物語だ。